皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。楽器未経験でも超わかる音楽理論講座第2回目でございます。わー、2回目の今回はスケールを取り上げてみようかと思うんですけども、スケールとは何だろうか、スケールって何やねんって、まあそんな感じの話です。スケールっていう単語自体は皆様少なからず耳にしたことがあると思うんですけれども、まあ動画とかね、参考書とかで勉強したけどようわからんかったなっていう方も結構多いかと思います。なんかややこしいところなんですよね。けどこの動画を見終わった後には、そのスケールっていうものがどういうものなのか説明できるし、スケールを作れるという状態を目指していこうかと思います。例えばですけれども、 C メジャースケールっていう言葉があるとして、まあこんな感じの言葉聞いたことはあるけれども、実際今言われてもね、ちんぷんかんぷんというか残っちゃって感じじゃないですか。わかります？E フラットマイナースケールとかって言われても、あーなんか名前は聞いたことあるけど何のことか分かんねえなみたいな感じになってると思うんですよ。けど今回のこの動画見終わった後には、それぞれのそのスケールを実際作れるし説明ができると、そういった状態を目指していこうかと思います。楽しみにしていただけたら幸いでございます。楽しく勉強していきましょう。でも本編に入る前にちょっと2つ、準備の話をさせてください。1つ目の準備、アプリでいいので、鍵盤を用意してほしいんです。こういうやつ、今この僕が iPhone でピアノ無料とかで出てきたアプリなんですけども、単純に押すと、まあ、こういう音が鳴ると、 Android とかでも構いませんし、もう何でもいいんで、とにかくこの鍵盤を用意していただくと、でもしそのお子様とかご兄弟とかが鍵盤やってらっしゃって、こういうねおもちゃでもいいんで、実機を用意できるようでしたら、こういう実機でも全然 OK でございます。もう形は何でもいいんで鍵盤を用意してください。ちょっと面倒くさいなと思うかもわかんないんですけれども、ピアノを全く触ったことがないとか楽器経験が浅いっていう方こそ特におすすめしたいです。そういうふうにこのピアノをあんま触ったことなければないほど、楽器経験が浅ければ浅いほどすごくおすすめです。こういったものをね、実際に使って音を聞きながら指を動かしたりとかしながら勉強するのとしないのと全然もうね、雲泥の差になってくるので、この理解を深めるためにもですね、ぜひ、用意していただけたら幸いでございます。2つ目、この動画に限らずなんですけども、妄想しながらね話を聞いてほしいんですよ。頭の中に友達、恋人、家族、誰でもいいので仲のいい人を一人パッと思い浮かべて、その人にスケールとはこういうものだよっていうふうに教えてる姿を想像しながら、妄想しながら、話を聞いてみてほしいんです。これ別にこうね、音楽理論に限らず何でもそうなんだけれども、勉強とかもそうじゃないですか。参考書とか読んでなんとなくこう理解した気になってさ、なんかそのできたとかさ、覚えたとか思っても意外とこの翌日忘れちゃったりとかさ、応用聞かせられなかったりとかする経験ってあると思うんですよ。そういうのってさ、その理解がね、一面的なんですよね。そういうこの平べったい知識でしか理解できてないからね、すぐに忘れちゃったりとか応用聞かせられなかったりとかするんですよ。そうではなくて、その一つの物事を多角的に理解したりとか、その立体的に知識にすることで、やっぱこうね、理解が深まるし、応用聞かせられるし、何よりも忘れないっていうメリットがあったりとかするんです。で、その立体的なものにするための一番いい効率のいいトレーニングっていうのがね、教えるっていうことなんだけど、実際にその人に向かって面と向かって教えられたならそれはそれでベストなんだけども、頭の中で妄想するだけでも十分いいイメトレになります。恋人、友達、家族、誰でもいいんで、その人を思い浮かべながら、自分だったらこう説明するなとか、自分だったらこう言い回しするなとか、こういう順番にするなみたいな感じで、自分がねその人にこの教えてる姿を妄想しながら聞いていただけると理解が深まると思いますので、ぜひともトライしていただけたら幸いでございます。そんな感じ、それがまあ、前提2つです。ではちょっと順番にいきましょう。この基礎知識としてもですね、2つ覚えてほしいことがあります。あー、また書き順が、書き順雑野郎滝沢です。1つ目に覚えてほしいこと、音名です。音名、音の名前と書いて音名。まあ僕らに名前がある通り、その物事に名前がある通り、ガニバチュラ君とかね、チョッチョリーナさんとかね、なんかこのウラジミール君とか、なんかチェ・ゲバラ君とかっていう感じで、こういろんなこの名前があるように、音にもそれぞれ名前がございます。でその音名に関しては、そのね、世界各国でいろんなこの呼び方があるんですよ。一番有名なのがね、イタリア語です。もうイタリア語で皆様音名知ってます。何かと申しますと、ドレミファソラシという単語、まあ学校とかで散々やりましたよね。ドレミの歌とかでもたくさん歌ってきたし、そんな感じでこのね、イタリア語っていうのがまあ結構標準的によく使われる言語です。でこれが日本音楽とかになると日本語を使うし、ガチガチのクラシックのオーケストラとかだと、まあ、ドイツ語を使うしって感じなんだけども、今回は僕らみたいなポピュラーミュージックはね、英語を使うことがすごく多いので、イタリア語と英語で進めていきます。
英語はこんな感じで、もうアルファベットの羅列って感じなんですが、ぜひ覚えてください。これは本当はね、最終的にはその全ての音がイタリア語と英語もリンクしているという状態が望ましいんですけども、最初はそれ難しいと思います。なので最初はシドドはシドシドシシド、これをしっかり覚えていただけたらすごく嬉しいです。そうすればね、例えばそのイタリア語でソの音は英語で言うと何ですかと言われたとしても、ドがCだから、CDEFG みたいな感じで分かるじゃないですか。数えていけばいいんで、まずは基準であるドの音がC、ここをしっかり覚えていただけるとすごく嬉しいです。で、ゆくゆくは、ドミファソシラレドとかでもあっても、CEFGBAC みたいな感じでこのしっかりこの読み替えができるようなところを目指していきたいんですが、まあそこまでは順番にということで、基準の音を覚えてください。とりあえず音名に関してはまあ本当こんだけです。ドイツ語と日本語は割愛します。イタリア語と英語、この2つは早めに覚えてください。すごいシンプルですね。1回目に比べると今回結構簡単かもしれない。で、2つ目に覚えたいこと、基礎知識は、書いてから、ね、全音と半音という話です。ここがね、音楽のね、意地悪なところ。全音って何よって話じゃないですか。半音って半分って何みたいな、全ってどういうことみたいな、全部と半分ってどういうことみたいな。ここね、もうこういう文化なんです。諦めてください。もうそういうものだと諦めてくださいませ。考え方としては、全音は2ステップ、そして半音は1ステップという感じです。ちょっくらレッツ鍵盤を用意、鍵盤を用意してくださいませ。どうぞ。鍵盤をバーッと持った時にどこがどの位置か分かりますか？黒鍵が2、3、2、3、2、3って感じでまとまって配置されているんですけども、この2の場所の左側です。ここがいわゆるドの位置です。まあ2の場所に、ね、いくつかあって、ここもドだし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 って感じなんだけども、この高さに関してはどこでもいいです。もう目につく場所真ん中でいいので、2個あるうちの左側、ここを、押してみてください。そうするとこんな音が鳴るはずです。半音ちょっと練習してみましょう。このドの音から半音上の音を弾いてくださいっていう指示があった時、どうしたらいいか分かりますか？半音上です。ここの半音上、答えはここです。ドシャープで、このドシャープの半音上の音を弾いてくださいという指示があったらどうしたらいいか、ここです。レ、こんな感じで、その白とか黒とか位置とか大きさとか、まあ、こういったものに惑わされずに、こう常にこうリニアに見ていくことが大事なんですよね。もう白かろうが、もう黒かろうが、このどの半音上、まあ、つまり一歩先は必ずここです。で、このドシャープの半音上はもうレだし、レの半音上はレシャープです。どうでしょう。で、さらにレシャープの半音上を弾いてみましょう。半音上はミです。で、ミの半音上はファです。このミとファの間には黒鍵が存在しているんです。ここ超大事、ここ超大事です。続けていきましょう。このファの半音上はファシャープで、このファシャープの半音上はソで、ソの半音上はソシャープ、ソシャープの半音上はラで、ラシャープの半音上はラの半音上はラシャープで、ラシャープの半音上はシで、シの半音上はド。こんな感じです。ミとファ、シとドの間にはそのね、黒鍵がないっていうのがね、すごく大事なポイントでございます。これがその半音の、練習でございました。お疲れ様でございます。その次、全音の練習してみましょう。全音。またドを押していただいて、このドの全音上を弾いてくださいという指示があったとします。2ステップです。ワン、ツー。ここです。で、その次また全音上に行きましょう。レの音から全音上、ワン、ツー、ミです。
で、このミの上から全音上の音を弾いてくださいという指示があったら分かりますか？ここポイントです。ミの音の全音上です。全音上、ワン、ツー、ここです。これファシャープで、このファシャープの全音上を弾いてくださいという指示があったら、ワン、ツー、ここです。で、さらに全音いってみましょう。全音上、ワン、ツー、で、さらに全音、ワン、ツー、ドに行き着いたと思います。こんな感じです。さっきも言った通り、そのね、鍵盤が白かろうが黒かろうが小さかろうが位置が違かろうが、常にこの鍵盤でこのリニアに見ていくことが大事なんです。もう白かろうが黒かろうが、もう2歩は2歩だし1歩は1歩みたいな感じで、そこは最初はね、このサイズとかさ、位置とかに惑わされてしまうんだけども、もっと物事をリニアに見ていただけるとすごく嬉しいなと思います。これがまあその全音と半音です。なんでこの2が全で1が半なんだよっていうふうに思うかもわからないんだけども、この辺の理屈はね、ちょっとあの話が長くなるんで、ちょっと今回は割愛します。とりあえずもう丸覚えでございます。全は2、半は1、そういうふうに覚えてください。で、ぶっちゃけこの2つの知識がついたならば、あとはもうそんなに難しいことはないです。なんでかっていうと、ちょっともう一回一番最初に書いたやつをもう一回書いてみたいんですけども、 C メジャースケールという言葉があったとします。この C メジャースケールという言葉をちょっとこの分解していくとするならば、まずこの C、 ここはその基準の音なんですよね。そのどこから始めるのかっていう基準の音です。つまりこのドが基準になっていると、ドが基準で、ドっていう音を基準としてメジャーっていう法則を使って作られた音階っていう意味なんですよ。これは音階。ああ、書き順。なのでこのね、メジャーという法則だけ覚えてしまえば、あとはもうできるはずなんです。もうドア、C はドアってもう覚えたじゃないですか。なんで次はこの法則を覚える番でございます。で、この法則もそんな難しいことじゃなくて、ちょっとこれもメモってくださいませ。メジャーという法則は、221、221、これです。全然半。全然前半ってやつ、まあ、なんとなく聞いたことがあるかもしれません。全然半、全然前半、ドっていう音から、全然半、全然前半という法則で作られた音階だよっていう言葉なわけです。ちょっとやってみましょう。鍵盤を用意していただいて、まず基準のド聞いてみましょう。で、ここから221といきます。ここから221で2221、という音階ができました。これが C メジャースケールの完成形でございます。すごいシンプルな話じゃないですか。そんな難しくないですよね。で、他にもちょっと応用を聞かせていくとすると、じゃあこの C の音がじゃあ D になりましたと、 D、 つまりレ、レから、このメジャーという法則、この221221、これは変わらないんで、レの音からこれをやっていけばいいんです。やってみましょう。レの音、これです。ここから221といきます。221221221、ここから221221、これで D メジャースケールの完成でございます。こんな感じでこの基準の音がどこか分かって、その法則さえ覚えてしまえば、どんなスケールでも作ることができるんですよ。ほんとシンプルにこんだけの話です。ほんとシンプルにこんだけの話で、この法則に関してはこれはもう完璧に覚えゲーなんで、もうさっさと覚えちゃってください。221221、全然半、全然前半って感じでございます。全然ちょろい、全然ちょろい、もう今すぐ覚えられる、秒で覚えられる。で、もちろんこの法則はですね、メジャー以外にもたくさんあるんですけれども、そうだな、4ついきましょう。4つ、メジャー、その次マイナースケールいきます。これはマイナースケールは212122です。丸覚えです。覚えゲーです。で、その次、ああ、間違えた。メジャーペンタトニックいきましょう。メジャーペンタトニックも覚えておきましょう。メジャーペンタトニックは22323。これです。で、その次、マイナーペンタトニックもいきましょう。マイナーペンタトニックは、2323。ん？間違えた。3-2-2-3-2、これです。こんな感じ。覚えたいところとしては、ここは絶対覚えたい。ここは絶対覚えたい。
で、余裕があったらここも覚えられるといいかなくらいな感じです。なんでかっていうと、このマイナーとか、そのマイナーペンタトニックって、そのメジャー派にインクルード、その包括されているんですよ。例えばそのメジャースケールのこの頭のこの2の位置あるじゃないですか。ここの位置をここにずらし込んでちょっと見てみると、あって思いません ?2、2、1、2、2、2、1。同じなんですよ。ここに関しても一緒。2、2、3、2、3。こんな感じで、あっ!ってなりますよね。そうなんです。その基準の音、その始まりの音をずらしてしまえば、メジャーもマイナーもほぼ一緒だし、メジャーペンタトニックもマイナーペンタトニックもほぼ一緒って感じなんです。だから僕は最初に覚えてほしいのは、まずこれ。これを覚えてしまえばね、いくらでも音を聞かせられるし、他のなんだろうな。ちょっと今日はやらないけども、他にもそのイオニアン、フリジ、あの、なんかこのミクソリディアンとかフリジアンとか、まあ、いろんなスケールがあるんだけども、そういうのもね、このメジャースケールに、ね、応用を聞かせてる場合が、ね、ほとんどなんですよ。なんでまあそれにはいかにもそのコンディミンとか、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローとか、まあ、いろんなスケールがあるんだけども、まずはちょっとこの4つを、覚えていただければ大丈夫です。いや、覚えるじゃないや。あのメモしていただければ大丈夫です。で、実際に覚えるのはこれだけで、十分。って感じです。こんな感じで、基準の音。がどこなのかっていう音名と、それぞれのこの法則ですね。この法則を覚えてしまえば、あとは数えていくだけでね、そのスケールは作れてしまうっていう、本当もそんだけの話なんですよ。すげえシンプルじゃないですか。なんか思った以上に簡単ですよね。あ、そんだけの話かみたいな感じだったかと思います。で、全音と半音、今鍵盤でやりましたけども、ギターの場合はそのフレットに直していただければ大丈夫です。フレットが2フレットとか1フレットとか。だからその5弦の3フレットが C の音なんだけども、5弦の3フレットから3フレ、5フレ、7フレっていうふうに弾いていけば全然完成です。3フレ、5フレ、7フレ、8フレって感じでいけば全然半って感じですね。そんな感じです。で、今までスケールを勉強したことがある方は特にそうだと思うんですけども、あれ、なんか今まで読んできた、なんか参考書とかで読んできた話と全然違うぞっていうふうに思った方もいらっしゃるかと思います。ちょっとね、そのスケールの考え方はね、2パターンあるなと思うんだけども、今お話をさせていただいたので、ね、簡単バージョンっていう感じです。どういうことか、例えばその鈴木くんのお家がありました、ミルクちゃんのお家がありました、ミルクちゃん誰やねんで、その次、これはカツオくんのお家がありました、モロー夫人のお家がありました、誰まあこういうシチュエーションがあったとしましょう。今僕がお話をさせていただいた話はその相対的な話なんで、鈴木くん家からミルクさん家にはその2メートル離れてます。で、ミルクさん家からカツオくんまでは2メートル離れてます。カツオくん家からモロー夫人までは1メートル離れてますっていう考え方なわけでございます。それに対して絶対的な考え方、まあ普通参考書とか読むとこういう考え方をするよねっていうのが、絶対的な座標でございます。鈴木くん家からミルクさん家までは 2メートル、鈴木さん家からカツオくんまでは4メートル、そして鈴木さん家からモロ夫人家までは5メートルみたいな感じで、こんな感じでこう鈴木くん家のうち、まあ、つまりその C とか D とか E フラットとかを基準にして、このね、絶対的な座標で見ていくっていうのがその基本的なスケールの考え方なんだけども、これを踏襲するためにはその、ね、インターバルっていう考え方をね、覚えなきゃいけないんですよ。あの音程ってちょっとややこしいところでして、長さとかと重さと違って、そのね、1、2、3、4、5、6、7感じで、そのね、順番にいかないんです。そのね、これはそのね、足し算でさ、2メートル、4メートル、5メートルって感じで、そのね、数字を足していけばいいけどね、その音程の場合はなかなかそうもいかねえと。そもそも0が存在せずに、なんかそのメジャーとかマイナーとか、まあ、いろんなこの言葉が出てきたりとかして、ちょっとややこしいんですけども、まあ、そのインターバルの話はまた今度させていただこうかと思います。とりあえず今回はですね、なんとなく分かっていただけたかと思います。その C メジャー好きだったらば C っていう基準の音があって、メジャーという関係性法則を使って作ったのがその C メジャースケールっていう音階っていうことだったんですけれども、まあこれでね、そのどんな、スケールの名前が出てきても、その音名とあと法則、この2つが把握できていればどんなスケールも、作れるはずということでございました。次の動画ではですね、そのインターバルという話をして、その距離を計算できることに計算できるようになって、もうちょっとこうね、スケールというものをですね、その立体的な知識にしていこうと思いますので、ぜひともチェックしていただけたら幸いでございます。とりあえずまあ今回の動画は以上でございます。最初に僕が言った目標はこれでクリアできると思うんですけども、どうでしょうか。 C メジャースケール、 E フラットマイナースケール、友達に説明するならばどうするかなとか、
友達に教えるためにはどうするかなってことを妄想しながら、もう一回その内容を反芻していただけたらすごく嬉しいなと思います。そんな感じで今日もじゃあ終わりにさせていただきましょう。もし何か質問とかね、まだ聞きたいこととかありましたら、ぜひバシバシとコメントの方を残していただけますと幸いでございます。次回はインターバル、やっていきますので、また頑張って楽しく音楽理論勉強していきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイの前に、私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップなるものをやっておりまして、ジャワ会というものをやっております。ジャワ。まあ、そのね、会員さん同士でしかそのフォローしないっていう、その、なんか閉鎖的なツイッターやったりとかしてるんですけども、まあ、そちらの方に参加していただくとね、そういう音楽理論のこととかね、その、まあね、ちょっとちょこちょこで質問いただいてもすぐ答えられたりとかするので、で、なんかその周りの、方々もその音楽に詳しかったりとかギター弾けたりとかする方もいらっしゃるので、結構分かんないこととかね、その気になることとか質問とか、そこになけると誰かしら答えてくれたりとかねするような、そういうこの助け合い所みたいな役割も果たしたりとかしております。一月だけでも全然構いませんので、もしよければちょっと入会とか考えていただけたらすごく嬉しいなと思います。もし入ってみたいぜという方いらっしゃいましたら、下のメンバーになるというボタンからですね、ポチッとトライしていただけたら嬉しく思います。そんな感じで今日は終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら、グッバイ。